本当に現代の闇だと思うんですけど、 SNS とかがどんどんできてきて、みんなが気軽にこういろんな発信ができるようになってきて、よくねえなって思ってるんですよ僕は。本当にスマートフォンをポチ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 、心ない発信で無自覚に誰かを傷つけるバカどもへのメッセージです。お前のその指先一つでポチ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 よ、うるせえバカ野郎。お前みたいに何にもしねえくせにガタ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 言ってるやつが一番立ちが悪いんだよ。おいバカ野郎、山本に立たねえ、戦わねえ、お前には分かんねえよ、邪魔すんなボケ。ポチ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 、指先一つで簡単なディス、簡単なジャスティス、ポチ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 、気色悪いな、簡単に簡単に簡単に、人のやる気を削ぎ、人の心をえぐる、お前の大好きな最低最悪の一線、嫉妬にまみれた片手サイズ。